タイフン GMC タイフーンは、ゼネラルモーターズが GMC ブランドで生産、販売していたサンドア SUV である。GMC ジミーのハイパフォーマンスバージョンとして1992年に開発され、1992年から1993年の間に、ミシガン州トロイのプロダクションオートモーティブシステムズで4697台が生産された。 メカニズム面は、ピックアップトラックの GMC そのままをベースに、開発され、ほぼ同時期に生産された GMC サイクロンと共通点が多い。エンジンは、GMC サファリ、シボレーやストローに搭載された4300、CCV 型6気筒の l b 4型を、三菱 TD06 から17ーターボチャージャー、ギャレット水冷、空冷インタークーラーで、下級、 スモールブロックエンジン用の吸気、排気マニホールドとスロットルボディ流用などのチューニングで、最高出力 280hp、最大トルク 49.7kgm を発揮する。ドライブトレインは、フルタイム4リンク動で、ボルグワーナー製トランスファーで全軸35%、5軸65%に配分、4足、オートマチックトランスミッションを搭載する。 足回りはフロントがダブルウィッシュボーン式サスペンション、トーションバースプリング、リアがリジットアップする、リーフスプリングで S-15 ジミーに比べて2インチのローダウンが施され、ビルシュタイン製ショックアブソーバーを装着している。ブレーキはフロントが13インチ、ベンチレーテッドディスクブレーキ、リアがドラムブレーキを採用、4輪 ABS を装備する。 市販状態の動力性能はサイクロンに比べると 141kg の重量増のため一歩譲るものの停止状態から時速60マイルまでの発進加速は5.3秒、SS1、4マイルは14秒台を記録する。外装はサイクロンに禁じした形状のグランドエフェクトとフォグランプ、アルミホイールが装備される。車内は革張りシートを採用、乗車定員は4人である。 車体色はサイクロンの黒一式に対して生産年ごとにバリエーションが設定された。ありがとうございます。